確かにカップ。あ、ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドッグトレーナー菅田です。今回は複合っていうことについてやっていこうと思う。このハードルと奥のトンネルやね、一個ずつの練習だよ、一個ずつやるんだよじゃなくて、この2つを組み合わせた練習、まあ遊び方っていうのをやっていこうと思う。これもちろんね、飛んだらいいですよ、くぐったら終わりじゃなくて、何周もできるよね。そして例えば最初に飛んで、ハードルを飛んでトンネルでもいいし、トンネルを2回やった後にハードルでもいいやんか。まあ、こんな風にして遊び方っていうのは工夫次第でいくらでも広げることができる。まあ、私はね、アジリティをやって別に日本代表になろうとか、大会で上位を収めようとか、高い志を持ってやってるわけじゃなくて、ただただアレイさんと楽しみたいなっていうのでやっていってるんで、そういう風にしてこのアジリティを使っていこうと思います。アレイ、バカじゃん、バカ、ホップ、さあさあ、アレイ、スイスイ、ホップ、はい、こっちこっちこっち、アレイさんこっちで、あら、どんなアレイ、あー、しゃーしゃーしゃー、よ、はい、ホップ、はい、はい、ホップ、あら、アレイさん、さあさあさあ、はい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 、ホップホップホップ、あら、アレちゃん、はい、ターンして、ホップホップ、あれ、はい、アレちゃん、ホップホップホップアレちゃん、あ、こちらです、こちらです、ホップ、そう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 、えらい、はい、はい、はい、アレちゃん、ホップ、どうぞ、はい、ハッシュ、あれじゃん、ホップ、あれ、あれじゃん、おいで、あ、さあさあ、あれ、ホップ、お茶で、あれじゃん、ホップ、そうそう、ホップホップホップ、あれ、ホップ、そうそうそう、あれじゃん、ホップよ、ホップよ、ホップ、そう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 、あれ、ホップ、こっちこっち、あれじゃん、これ弱い、あれ、はい、ほっ、そうそうそう、はい、はい、はい、あれ、ここここ、ほっ、こっちはいけるね、あれ、さあ、ほっほっほっ、あー、ターンわかんない、いやー、はい、あれ、ほっ、そうそうそう、あれ、ほっ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 、そうそうそう、さあさあさあ、あーさあ、あー、腰しんどい、はいはい、まあ今やってみた感想やけども、腰が痛い、とにかく腰が痛い。なんでって言ったら、アレイさんのね、目線に合わせた高さに、指示を出してる。例えば私ね、身長が179あるんやけども、高い位置、ね、地面から高い位置に手を見せるとかしてもなかなか見てくれないし、高いとこ見ちゃうと下のハードルが見えなくなって危ない。だからアレイさんが見えるような目線の高さ、まあ地上から40センチ以内かなぐらいのところに指示を出すのと、このハードルとか飛んでるしっかり見せてあげるのを
共通してあげないといけないんで、そのためには私が腰をよくかがまないといけない、だからすごく腰がしんどいっていうことになってる。まあ犬のために頑張ってあげるのが人の仕事やね。さあ、リシャ行こう。はい、ほっ、今回はこれぐらいできたら上出来かなと思う。まあこのようにして、まあこの道具ね、それぞれ合わせても1万円ぐらいでお釣りが来る。まあ、 あの送料込むと、送料込みになるとちょっとね、お釣り来ないけれども、まあこれはあとね、この1セットだけじゃなくて、あと5セット6セットぐらいついてる、5セットかな。なのでもっとね、ハードルを増やしたりだとか、トンネルのね、あれも伸ばしたりできるから、バリエーションも豊かになるし、あの奥のトンネルのやつなんかは1999円で買えるんで、もう一個買っても面白いかもしれないよね。そういったこんなで、アレイさんともまた今後楽しんでいきたいと思います。それでは次回もお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。